どうも皆さんこんにちは、ランルイのルイです。お久しぶりです。今日は一人で動画久しぶりに撮ってる、久しぶりじゃないんで、初めて一人で撮ってくるんですけど、ちょっと緊張してます。久しぶりなんで。今卒業式から帰ってきました。卒業しました、イエイ。卒業しました。学位記見せていいのかな、こんなんもらいました、イエーイ。ちょっとなんか画角がおかしいんですけど、ケトルみたいなんで支えながら撮ってるんですけど、ちょっと YouTube に関しては、ランの動画が一人で続いてたと思うんですけど、僕もちょっと初めて一人で自撮りしてみようかなっていうことで、ちょっと今日記念というか卒業式だったんで、一人でホテルで回してます。 YouTube 久しぶりなんですけど、なかなかバタバタしてて、ランもイタリアにいるんで一緒に二人で撮るっていうのがなかなか時間が合わずに、ラン一人の動画になってました。今後は入社式が東京の方であって、でその後研修とかもあるんで、なかなかこれからもハードなスケジュールになるんですけど、 YouTube に関してはランがもうちょっとしたら帰ってくるのかな、帰ってきたタイミングでどっかで撮れたりしたらいいかなっていう感じで考えてます。何しゃべろう、一人で緊張するな。なんかインスタライブの感覚とちょっと違うな。画角もおかしいし、なんと映ってんのかな。ちょっとなんかあいつランいつも10分ぐらい喋ってる、俺まだ2分しか経ってない、何喋ればいいかわからんな。めっちゃ緊張してるんですけど、とりあえず卒業したよっていう報告動画です。でまぁ、今後も YouTube 動画これから、自分はちょっと今大学からその社会人の変わり目でなかなか忙しい時期でもあるんで、まあ、これからおいおいゆっくり進めていけたらいいかなと思ってるので、チャンネル登録してお待ちください。以上です。以上です。2分半で終わった。なんか10分ぐらいでお願いしますって言われたんやけど、10分もさ一人で喋れないよね。静かいし、なんか何喋ろう。あいつ毎日一人で喋ってんのマジすげえな。まあ、チームに合流して1ヶ月ぐらいなんですけど、怪我によって合流するのが少し遅れちゃったんですけど、徐々に回復して、ジョギングとかも始めて、徐々にリハビリ進めていってるので、これから皆さんにユニフォーム着てる姿をお見せできるように、また一から自分を磨いて頑張っていきたいなと思うので、応援の方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。バイバーイ。